ガシップ、スキャンダル、アウトロー、芸能事件、ギャング、都市伝説、日本の裏社会を蹴り出すニコ生一のダークサイドチャンネル、ニコ生タックルズ。はい、どうもこんばんは、設楽正義です。毎月4回のニコ生タックルズをね、放送しておりまして、今日は1回目2回目かな、まあまあいいとして、本日はですね、まあ僕すごい付き合い10年ぐらいね、付き合いある酒井徹さんというカメラマンさんがいらっしゃって、まあ次はまあ、軍艦島とかね、前回はどこにも行けない日本の秘境というところで、テーマでですね、西牟田康君と出ていただいたんですけども、まあそのご紹介でですね、まあリアカーで、ね、出版社を立ち上げて、リアカーで本を売るというね、僕も出版業界の末席を汚す人間として非常に、なんていうんですか、そのエネルギーすげえなっていうふうにはっきり言ってもらってます。で、まあ写真もあるんで、その写真を見ながらね、どのぐらい、なんていうのかな、熱意があるのかなとかね、その熱意みたいなのを僕も感じ取りたいと思うんですけども、早速まずご紹介したいと思いますが、じゃあ僕の右隣だから画面上では、左になりますか、皆さんから見て左ですかね。あ、ごめんなさい。酒井さんからご紹介なんですか。わかりました。酒井さんの紹介です。はい。はい、じゃあ、カメラマンの酒井徹さんです。よろしくお願いします。はい、パチパチパチ。はい。カメラマン酒井徹と申します。はい。よろしくお願いします。そしてそのお隣で、ど真ん中ですね。田中勝成さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。で、今日は、酒井さんが、まあ、主人公というよりも、田中さんをね、ですね、はい、フューチャーということで、そういう形で、誰々と、そう、このね、誰々ってこうね、皆さんおっしゃるんで、この自己紹介のね、VTR が見れば、多分分かりやすいんじゃないかなと、まあ、番組紹介にもあった通り、リアカーで、出版社を立ち上げて、しかもリアカーで全国を、本を売って回ってるというような、感覚、ことしか書いてないんですけども、はい、まあ、実際ね、そうそう、知らない方のために、知らない方もいらっしゃると思いますんでね、皆さん知らないかと思うんで、V をですね、田中さんがどういう活動をされてるかという、まあ、ちょっと僕写真見ただけでもね、なんか情熱大陸に出てきそうなぐらいのね、いい絵でね、博士太郎のね、はい、音楽が流れるぐらいな感じですけどね、V 流れますですかね、田中さんの、その、はい、出版社を立ち上げて、どのようなに売ってるかみたいな活動の一環というかね、はい、それを、ひょっとしたら遭遇してるの、はい、流していただいていいですか。じゃあ流しますんで、ちょっと見てください。それで自己紹介代わりでございます。はい、田中さんの活動です。はい、山奥で一人で歩いたり、誰もいないところでいろんな人たちが気を追い抜くときに、ここの、じゃあ必ず孤独を感じます。ほっとの、誰も助けてくれない。喋らない方がいいですよね。君以上に誰も助けてくれない。こちらの声は嘆いてる若者がいる。常に使命を持って前に行け。これは以上しゃべっでかいよ俺声。これがリアカーを引いてこれゲーム自分で取られたらこれはそうですね。100万円持ってる。すごいです。高いですね。なんかやばい。声でかい。声でかい。声でかい。解説ながら、メイクだと、これ、たまたま取られた。どうですか？四国。たくさん、売ったものが中に出してて、っていう中で出せといたら、それが確実にバラエティー。出版社向け。あ、なるほど。これはな。四国行ったことない。これで本を積んで家が中には本があるう。そうです、家が中に常時300冊入れて。はは、手売りですかってこと。手売りです。手売り完全手売りです、ね、って聞いたことあるけど、実際に行った人、やってる方初めて聞きましたね。手売りはラーメン屋、まあ、そうラーメン屋みたいな感じで。ああ、そうですね、ラーメン屋みたいな、はい、こんな感じですよね。よろしくお願いします。よろしくお願いしますっていう、で、そういう、まあ、出版社の社長でよろしいんですかね。そうですね、出版社の社長です。まあ、一人ですけどね、はい、一人。いや、でも立派ですよ、これ、この立志出版社でよろしいですか。はい、そうです、はい、こちらが、今出てますですかね。さっきリアカーに積んであったのはこれですか。そうです、この本です。はい、これどんな本でございますか。
これがですね、はい、まあ本当ちょっと一言で言えない本なんですけど、まあ読み終わった人たちの感想からいくと、はい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 、覚悟は決まったっていう、覚悟は決まった、はい、いう本であったりとかですね。人生の生き方みたいなのをあれですか、教える本っていうことですか、ね。そうですね。もう道に迷う若者へって書いときながら、はいはい、あの答え何一つ書いてないんですよ。タイトルちょっと、タイトルはもうちょっとこう、はい、ここに、家入カズマも見習い、まあそうだね。なるほど。ね。家入さん、はい。はい。これですね、これですね。ですね。これどんな著者で、この高取さんという方が、はい、もともと財閥生まれ、あ、財閥、佐賀の唐津のですね、高取財閥っていう、はいはい、九州の五大財閥やったんですよね。あ、でそこの御曹司として生まれて、はい、でお父さんの代に、はい、まあ、まあ、いろいろあって潰されるというか、はい、騙されて、ええ、多額の借金背負わせて屋敷取り上げられてと、ええ、でそのままお父さん今度がんになって亡くなったのを、その世の中に対する復讐だと、自分の親父を騙したやつだと、で、まあ、闇金を始めてですね、闇金、はい、でまあその金儲けが目的じゃなくて復讐が目的なんで、まあ、むちゃくちゃやらかしたんですよね、はい、で23から始めて26で九州北部は全域を抑えてるっていう、まあ、本人は言う、それは言うなって言うんですけど、まあ、闇金ですよね。なるほど。ね、闇金で、まあ、そこからそのお父さんが調理飲食の道を歩んどったので、はい、親父の意思を引き継ぐっつって、はい、まあ、スパッと足洗って、はい、で飲食スタートして、はい、で、僕が出会った2012年の9月の段階で、はい、アサヒビールさんが、うん、あのビールの出荷量数っていうのを全国74万店舗でどんくらい出荷してるかっていうのを取っとるらしいんですけど、はい、それの坪単価の出荷量数で、はい、もう9月の段階で、はい、もうモンテさんもワタミさんも抜けないっていうぐらいの日本一ビールを売りまくったっていうお店を1店舗有楽町にですね、はあ、あの20数店舗全国でやったんですけど、その有楽町店さんが全国1位の称号をようやく取れたっていう時期に、まあ僕が出会って、なるほど、うん、まあ、その時にいただいた言葉っていうのがなんかもう半端じゃない魂を揺るがされるというかですね、でもこの人って何なんだろうと思って、まあ、ずっと夜中の3時半朝方さんですね、3時半ぐらいまで喋っとったんですけど、いろいろもう根掘り葉掘り聞きよったんですけど、はい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 、振り幅がですよ、はい、財閥、闇金を飲食のトップっていう、はい、うん、すごいですよね、すごいですよね、うん、人生はすごいですね、そうです、だもう、あ、こんだけの濃い人生を送ってきてるからこういう言葉は吐けんだなと思って、で、まあ、その方の本、そのブログのようなコラムのようなやつを見た時に、うん、はい、僕ずっと出版の仕事しよったんですよね、はい、そのプロデュースというか、はい、フリーの編集者みたいな感じでやりよって、はいはいはい、で、まあ、活字は触れとったんですけど、はい、触れてる方なんですけど、はい、初めて活字を読んで涙が止まんなくなるという、嬉しいわけでもなく悲しいわけでもなく、ただなんかこう込み上げてくるみたいな、はい、でこれは本にせないかなっていう衝動で、なるほど、はい、うん、ぜひあのいろんな人に読んでほしいという衝動ですよね、あの、そうですね、編集者としては、ね、はい、そう思います、そうです、僕も編集者ですから、はい、分かりますけどね、でも何よりやっぱりその今の僕自己啓発ビジネス書がずっとメインでやりよったんですけど、自己啓発すらテクニックになってるとか、はい、嫌で、そのもっとなんかこう生き様的な、あり方的なやつってなんか出してえなっていう、これがなんか100年後とかにその何秒で何億稼ぐとか、その読むだけで鬱が治るとか、こういうのがこう100年後のこう本って残るじゃないですか、残りますね、残ってって自分らの子孫が読んだ時に昔の日本人ってかっけえって言ってくれるかなと思ったらないなと思って、なるほど、でもそういう本ずっと出したい出したいと思ってた時に出会った、なるほど、方やったんですよね、はいはい、出会いはじゃあブログってことで、出会いは、飲食店、うん、その高取さんの日の丸食堂っていうお店が新橋にあるんですよね、うん、そこにも日の丸食堂、日の丸食堂っていうカタカナ ですか、はい、うまい、めちゃめちゃうまいです、行ってみようかな、いや、もうこのぜひぜひこだわりが半端じゃないんですよ、うん、あのなんだっけ、和食ですね、もちろんね、居酒屋、焼き鳥とかですね、焼き鳥と刺身が、うん、その築地が目と鼻の先じゃないですか、うんうんうん、築地の魚はまずいっつって、毎朝長浜港、福岡のから
毎朝空輸しようんですよ。ずいぶんこだわってますね。刺身はぶっちゃけペイしとらんっていうか、ギリらしいんですよね。なるほど。それ以外のところで売り上げ立てたらしいんですけど、もう養鶏場も鹿児島に持っとってですね、納得の鳥しか出せんっていう。すごいですね。そう。もう一回何でしたっけ、新橋の日の丸食堂。日の丸食堂。カタカナで日の丸ですね。日の丸食堂ですね。日の丸食堂ですね。はい。田中さんって今あのご出身で どうやってお知り合いになったんですか、あの酒井さんと。そうですね、そもそもこれは僕はちょっと説明した方がいいと思うんですけど、はい、まあ、軍艦島取材ということで、もうほとんど毎月のように長崎に行ってるわけですけど、はい、まあ、毎日軍艦島の情報を得るためにですね、はい、長崎新聞の電子版っていうところは必ず朝夕見ることにしてるんです、はいはい、でずっとずっとこう毎日見てたら、うん、リアカー日本一周とか書いてあるんですよ、うん、はい、これはただごとじゃないと、クリックしてみたらこの田中さんが取材された話が載ってるわけですよ、うん、と思っていろんな旅人に出会ってきましたけど、リアカー、それもリアカーまでならいろいろいますよ、うん、ただ自分の出版した本を手売りで日本全国を行商行脚してる人っていうのは僕は初めて知ったんですよ。確かにいないですね。いないです。僕も聞いたことないですね、ええ、うん、でどうやら長崎県の出身であって、うん、まだ長崎県内か、まあ、九州あたりのどっかにいるだろうってことは想像ついたんで、はいはいはい、まあ、そこのなんていうのかな、あの電子版にですね、ちょうど電話番号も書いてあったんですよ、うんうん、普通載せないと思うんですよね。そうですね。でこれはちょっとまずいぞ、やばいぞ、すぐ電話しないといけないってことで、まあ、九州、僕は九州いるうちにですね、うんうん、もう必ず補足しようと思いましてですね、はい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 、もうその日のうちに電話かけて、今どこにいらっしゃるんですかって話聞いて、取材させてもらえませんかということで、取材に行ったのが鹿児島県の鹿児島市になります。へ、すぐ飛んできました、はい、それでその時はあのリアカー引いてらっしゃったんですか。その時そうです、ね、僕ですね、あの時、うん、一旦離れてリアカーを行って離れて熊本かどっか行っとって、なんかやってましたね、うん、1時間半待たせたんですよ、あ約束の時間でしたっけ。そうです。覚えてないですね、もう。怒られるかなと思いながら。あ、そう？行ったら、全然平気平気って言いながら。どっかにいたんじゃないですか。鹿児島しょっちゅう行ってるとこだから。へ、え、ぇ、ー、そうでしたか。忘れましたね、全然。覚えたんですよね。うん。いや、大丈夫ですよ。取れちゃえばいいんで。ありがとうございます。はい、全然問題ないです。うん、まあ、それがきっかけですよ。なるほど。で、話聞いてみたら、なんかこの人めちゃくちゃ面白いなって言うんで。そうですね。ありえないじゃないですか。もう今1年8ヶ月ですよ、東京出てから。ね、経ちましたね。ひたすら。すごいなぁ。何キロ歩いたんですか？キロ !4000 ぐらいやと思うんですけど、ね。4000キロ ?4000 キロぐらいやと思います。どっからどこ、東京の、その、日の丸食堂、新橋、うん、総本店を出発して。そこがスタート点？そこで総公開をしてもらってから、うん、さっきのあの、V で、はいはい。その、高取さんが、うんうん、すげえみたいなことを言っとるのが、うん、その出発の夜で、その日の夜に出たんで、ね、で11時にあれの後にすぐに出発して、うん、で神奈川静岡って東海道を東海道ずーっと行って関西に行って、はい、で四国に入ってぐるりとで、はいはい、さっきの部位ですね、うん、でそのまま広島山口、はい、で福岡に入って、はいはい、で半時計回りに、うん、九州ね、ぐるりと回った後、今度は山口、半時計、はいはい、はい、そうですね、九州を。で、山口から山陰側をずっと登ってて、今、京都、滋賀、で、今、福井まで入ったっていう。歩いてんですか？歩いてですね。すごい、何時間？時速5キロ。時速5キロ。ですよね。時速5キロです。当然、高速乗らないと。そうですね。捕まっちゃう。どうやって売ってるんですか？手売りって商店に行くんですか？いや、ですね、もう書店はもう最初の頃でやめたんですよ、うん、その委託販売やんで、はいはいはい、注文取ってくれても戻されるじゃないですか、はいはい、またこの龍に日の丸ってしたのが、はい、右系はちょっとって言われて、まあまあまあ、そっか。でも書店は本当にその送料のね、行ってこいも僕の負担になるんで、はい、あのただ書店はやめて、とにかく出会った人、はあ、直販ってことですか？直販ですね。取り次ぎ通さないですね、もちろん当たり前ですけどね。取り、まあそのアマゾンさんとか書店でも頼めば取れるんですけど、あ、そこアマゾンも載ってましたもんね。そうそうそう、うん、でも書店ではですね、うん、200冊ぐらいしか売れてないんですよ。全国でも巻いてるんですか？じゃあ取り次ぎ通してる？取り次ぎは通してます。あのでサンクチュアリさんが入ってくれて、あ、そうかそうか、そうですよね、はい、販売元に、そうそうそう、
皆さん、あれです、分かんない方いらっしゃると思うんですけど、本というのは、まあ、大体取り次ぎを通さなければいけないので、東藩、日藩、大阪へとかね、いろいろ太陽社とか中央社とかいろいろあるんですけども、まあ、東日藩っていうのがね、ほとんど河川企業みたいになってまして、そこを通さないと、全国に出版社が、負けないんですよね。うん、だからちょっとびっくりして、リアカーで売るって言ったら僕びっくりして、僕も出版業界もう20年以上いるので、まあ一応編集長も31からこの年までやらせていただいてますから、取り次ぎの厳しさも、窓口の厳しさもね、はみたいなのもありますしね、はいはい、まあ、どこのとは言えませんけどもね、だから厳しいなと思いながら、どうすれば本が売れるんだろうなみたいなのはね、まあみんな迷ってると思うんですけども、このリアカー、出会った人に、出会った人がどこで出会うんですか、そもそも。もう読者にはね。もうそれが本当にその、まあ、道で出会うとか、すげえなんですけど、最初、すごいよ、なんかどこだかまで店を広げてて。あ、そうです、名古屋に入るまでは、うん、もう、その、駅、ちょっと主要駅みたいなところ行ったら、店広げて、で、ちょっと露店みたいなのやってみる、売れない。これはもう攻めなと思ってチラシを巻くんやけど、もう避けられて、はい、で最後こう店の中に入って、立志出版社の田中ですみたいな感じで一人演説をしてたんですけど、すごいですね、まあ、やればやるほどこの表紙なんで、はい、あっち系の人になって誰も近寄らないと右系のじゃあ名古屋までに売れた冊数って9冊です。お9冊、日の丸食堂から名古屋までで9冊でしたね。すごくすごい労力動画でされてるんですよね。もうずっと歩いて、もう結構話しかけてくださったりとかは、まあ、ちょいちょいはあったんですけど、だからそれまでは僕がその話しかけられたらチャンスと思って、すぐリアカー止めて本出して、はいはいはい、こういろんな切り口で言ってみたりとかしたんですけど、もう本当に30秒とか持たないんですよね、話が。人が逃げていく。人が逃げていくんですね。そう、ちょっといいわって感じですか。なんか、ああ、そう、じゃあ頑張ってね、うん、応援してるよとか、はいはいはい、言っても、どん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 こう、売れない。で、これが、名古屋まで行った時に、あるこう経営者会合をやってる方に縁があって、ちょっと前ここで喋っていいよって言われたんですよね。うん、はい、そこで、まあ、従業員1000人ずつぐらい持ってる会社の社長さんたちがずらっと20人いらっしゃって。結構なんね。でも単純に、まあ、頭悪いんで、まあ、1000かけるみたいな、で2000かけるみたいな、うん、俺ずっとねこう考えていったら2万冊これでいくのかなみたいな思っとったんですけどね、40冊しか売れんやったんですよ。まあでも、でもまあ9冊からの40冊で40になったわけですね。 そうそうそう、それ大きいですね。わーっと思った、1日で40冊ですね、はい、1日で40冊、そうそう、その15分だけで、それは大きかった。そんな本ないですよ、うん、大きかったんですけど、まあ、その主催してくれた方がですね、うん、保険のそのトップセールスで、保険で世界のタイトルで TOT っていうトップオブテーブルっていうのがあって、もう 1% 未満の人しか取れないっていう、もう営業のプロですよね、プロ中のプロの方だったんですけど、そのプレゼンの後すぐ呼ばれて、お前こっち来いと、こっち来いって言われて、めっちゃ怒られたんですよ、その場で。お前ああいう売り方今後も続けるのかっつって、だったら俺はもう手伝わんぞっつって言われて、ああいう売り方というのはどういうんですか。僕もどういう売り方ですかみたいな、分からないですよね。したらお前、何これ、お前の腹の中は束で買ってもらうっちゅうと、こんなんが見え見えだっつって、束で買った、なるほどね、はいはいはい、はい、でお前はこの本で金儲けをしたかったのか、それともお前の思いやそれに応えてくれた高取さんのメッセージを届けたかったのか、どっちだと、うん、なるほど、まあ、それ後者ですけど、うん、まあね、売らなきゃでしょっていうの、商品ですからね、切れ事ですよそれはみたいな感じで、うんうん、1ヶ月で9冊しか売れなかったやつが世界のトップセールスに反発してたんですよね、うん、それでもまあずっとこうこんこんと説明をしてくださってた後に、アーサー・ホーランドさんってご存知ですか。アーサー・ホーランドっていう牧師さんなんですけど、すいません、僕すごい好きな牧師がいるんですよ。いや、これもね、アーサーさんにもらったクリスチャンの、うん、まあ、僕全然どちらかというと仏教寺なんですけど、岡山のね、ハーフの方なんですよ、うん、アメリカ人のお父さんと日本人のお母さんなんですけど、はいはい、もうね、後でちょっとね、映像どっかで見てもらいたいんですけど、そうですね、あ、映像あります、もうね、アーサー・ホーランドってやると写真がいっぱい出てくるんですけど、うん、もんもん、
で63なんですけど、ね、63とは思えない格闘家かっていう、そうですね、うん、体格で筋肉隆々で、でも腹筋が8個に分かれとってですね、こっち側に大和魂って書いてて、こっちに武士道って書いてます、うん、その人いいんですか、知ってます皆さん、不良牧師です。不良牧師って見ればそういう方で。外国の方ですよね。日本のハーフです。ハーフの方だ。元ヤクザですか。そう、レスリングの全米チャンピオンなんですよ。あ、知ってる。知らない。この公式ホームページ見てほしいです。はい、見たらびっくりします。びっくりします。そうですね。その通りです。ちょっと今、久田さんには見せます。うん、でこの麦色忍者。これですね、牧師さん。牧師なんですよ。今ちょうどアメリカに行ってます。そうっす、うん。かっこいいですね。でね、もう悶々のハーレーでこう釣り説法をで、クリスチャンなんですけど、リスペクトしてるのは浄土真宗の開祖の親鸞とかってよくわからないですけど、うん、で新宿の歌舞伎町から、ね、真っ赤なスーツ着て、おめえやとか言って、あの道を解くっていう。本当ですか。でその人がですね、ちょっと伝説的な人で、その不良牧師って本がベストセラーになったんですけど。あの今アメリカ大陸を2年かけてやってるんですけど、40歳の時にキリストが貼り付けられた十字架を、そう再現して、はいはいはい、それを担いで沖縄から北海道まで縦断してるんですよね。でその行く先々でそのガードレールに立ったりとかして、こうめえらよみたいなこう説法というか、はい、叫ぶと、道を、神の道を解くと。でそれに対してヤクザの方々がこう喧嘩を売ってくるみたいな。うんうんうん、でしょうね。朝さんは、まあ、その全米の学生レスリングチャンピオンなんで、まあ、喧嘩も強いんですけど、口頭でやり合いをする中で、うんうん、その絡んできたやーちゃんさんを導いていくんですよ、神の道に。なるほど。でその喧嘩が終わる頃には、うん、そのヤクザの方が、朝さんちょっとここで待っててもらっていいですかと、うんうん、ちょっと親分にけじめつけてきますってでその場で、その場でで戻って、戻って、でけじめをどうつけたのか知らないけど、戻ってきて抜けましたっつって、洗礼を受けて行進に参加するっていうヤクザが日本中に続出して、北海道を着く時には十数名の、あの元ヤクザのクリスチャン集団みたいな。でその方たちが今は牧師さんになって、刑務所に行って、に自分たちがアーサーにしてもらったことにこう、はい、洗礼を導いてるっていう、すごい方ですね伝説かっていう、まあ、ちょうど今アメリカの方行ってますけどね、ビデオなんかでも YouTube なんかで見れるんですけど、すっごい大きな十字架を作ってですね、その下の部分に、ね、この十字架の下の部分ですね、はいはい、こうで下にこのなんていうかな、タイヤ、ちょっとローラーみたいな、ね、ローラーつけて、それをでローラーを下にして、うん、こうそのままずっと十字架担いで、はいはい、今ニューヨークに向けて暗挙してるとか、ね、ちょうど暗挙してて、そうですね、すごい方ですよ、ね、すごいですね、うん、でもその保険のトップの方から、うん、そのアーサー・オランドって知ってるかって言われたんですよ、うん、僕がごねてたら、はいはい、いや僕知ってるも何も、不良牧師以外めっちゃ本読んでますよっていう話をしたら、はい、あそうなのかと、俺仲いいからちょっとつなぐわっつって、うん、その場で電話してくれたんです、ですよね。でうわやべえアーサーさんかと思って、うん、でも変わってこう、その方が、いやちょっとアンさん目の前にちょっと面白い男がおって、はい、自分が救われた一冊の本のためにこうリアカー引いて日本人に届けようとしてる若者がおるから、はいはいはい、で聞いたらアンさんのファンだっちゅうから、なんか一言メッセージくれと、うん、で僕に代わってもらったんですけど、まあ、ちょっと感動したんですけど、まあ、その最後の方にアンサーさんが、うん、勝成最後に神からのメッセージをお前に伝えるからなっつって、ね、お前もどうせ歩いてる時に余計なことを考え始めると、その余計なことを考え始めたとき、お前が見つめるべきはお前の足元やぞと、うん、お前のその歩幅を積み重ねた結果、じゃあ積み重ねた先に縁ある人としか出会わないと、うん、そのせっかく縁あって出会った人に本を売ろうとするんではなく、うん、お前の体験を語って聞かせてやるんだと、うん、そうすれば神の導きによってお前が志す100万部というところまでお連れくださるからと、うん、時が満ちたらまたおう、グッドラックスイユーとかって電話を切るんですよめちゃかっこいいよねまずいっすよめちゃかっこいいと思ってまずいです、会いたいですね。でも暑いですね。暑いですよね。でその2人からその本を売らずに、せっかく縁あった人にお前の体験を語れって言われて、うん、もう売るという手段は僕の中でもやり尽くしてたんで、じゃあもう売らないって決めたんですよ。なるほど。おお。でもう、もう極端に行かないとダメなタイプなんで。それ場所はそれ名古屋だったんですよ。それ名古屋です。うん、そう名古屋で。うん、なるほどなるほど。はいはい。で売らないって決めたら、はい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 、まあ、当然あの道端こう歩いてると、はい、その農家のおじいちゃんとかおばあちゃんとか話しかけられたり、
それにも全部こう本出してたのを全部やめて、うん、今本ないんですかっていう、うんうん、で買いたいんですけどって言われるまで絶対本を持ってることすら言わないみたいな。何を話すんですかね、そういう場合。もう単純に向こうが聞きたいことに対して答えて、何して話しかけるんですね、まず。いや、向こうから来るんですよ。まずリアカーを引いてるってだけで目立つじゃないですか。農村ですか。農村もそうですね。だから本当に一回本当の事例というか、まあ、結構あることなんですけど、うん、農家のおばあちゃんが、あら暑いわね、みたいなのから来て、うん、暑いっすね、つって。うん、で、何、旅してんのみたいな。あ、旅なんです、って言って、うん、どっからつって、東京つって、いつからつって、10月みたいな。っていうので、ずっとその聞かれて答えて、聞かれて答えてみたいなのをずっと繰り返してると、はいはいはい、だん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 そのおばあちゃんがですね、もうちょっとした悩みじゃないですけど、悩みの種みたいなのをこっちに放るんですよ。はい、そのもう息子にもあんたみたいな若者をね、こう 見せてあげたいわみたいな。で、息子さんいらっしゃるんですかって言って、おいくつですかとか、何されてるんですか、はい、みたいなのでずっと今度はこっちが聞いていくと、はい、うん、そのおばあちゃんがその五十何歳の息子さんに対しての不安っていうのを僕に打ち明けてくださると。で、僕その出版をやってたところ時から、人の人生をずっと0歳からその年に至るまでをヒアリングするのがもうライフワークみたいになってて、はいはいはい、ある法則を知りたくて、はい、で500人分ヒアリングしてるんですよ。なんでそのお母さんが抱えている息子さんの悩みに似ている事例を持ってきて、はい、いや実は僕の知り合いでこういう人がいると、でもこの人も同じように悩んどったんですけど、こういうことによってこう変わったみたいだから大丈夫ですよみたいな、っていう話をして、あげる、あげるっていうか、体験を話してあげるっていうのをするとですね、そのおばあちゃん買わないんだけども、かえって息子さんにその話をすると。息子さんが気になって僕のホームページを見ると。で、一冊買いたいんですけどって言って僕は送ると。で、送ったらもう読みながら10人ぐらい友達が浮かんだんで10冊くださいって言うと、で10冊ありがとうございますって送る。で、その10冊を配った中からまた10冊買いたいとか、その一緒に弾いてもいいですかとか、リアカー弾いてもいいですかとか、講演会をしたいんですけどっていう、その会った人の奥の奥の奥とかがどん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 広がっていって、今その名古屋出発してから今ちょうど1万部が終わったんですね。1万部終わったんですか。はい、それすごいですね。すごいことですこれは。いや、あの単行本で1万部はすごいですよ。1万部がちょうど終わった。手売りで、手売りだから、9800が手売りですね。200が書店です。その今さっき言ったコース、その東京から名古屋行って、はい、その四国行って、はい、今どこでしたっけ、その今は福井ですね。福井までで9800ってことですか。福井まで手売りで9800。すごいっすね。で10月からだからでしたっけ、もう1年8ヶ月です、ね、8ヶ月なんで、まあ1年半ぐらいで9800。ただもうどうしたの、いや大変。この本ですよね。この本です、はい。すごい、これいくら、ちょ、まあ、いくらかよ。これ740円プラス税ですね。799円ですね、はい、税込みで。すごいですね。大変なことです、大変ですね。うん、もう本当どんどんこう5000冊いすごいな、それは。手からが早、うん、もう公演以来がどん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 入ってくるようになって、あ、そかそか。でもその時はもう100、200点がボン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 って出ていくんで、あ、そかそか。その公演の場所で、はい。うんうんうん、でまたそこからごっそって買ってくださってる方とかいらっしゃったりするんですよ。でもこの間ですね、はい、京都のたこ焼き屋からですね、はい、が一緒に弾いてくれてたんですよ。タコイチっていうところのオーナーさんが弾いてくれるんですか。京都から滋賀までを、京都から滋賀、はい、京都の、いやちょっと大津30キロしかないのかな、うん、でも30キロ結構ありますね。まあまあ、ね、すごいですね。もうそれ弾きながらですね、その人に質問されたのが、あ、この写真出てますけど、あ、そうですね、こんな感じなんですね。そうっす、うん、これをその、まあ、1冊1冊1対1を繰り返してた方が売れたっていう話をしてたら、うん、実際講演会で売れた冊数と1対1で売ってった冊数どっちが多いんですかって聞かれたんですよ。で、まあ、普通に考えて講演会の方がやっぱ出てくる数が大きいんで、それは講演会じゃないっつって言ったんですけど、でもそんなに講演会やってねえなと思って、で計算してみたら講演会は2700、800しか売れてないんですよ。2700、800冊、残りの8000冊近くは1対1のそのおばあちゃんと喋ったからの広がりとか、すごいな。だ1対1がそんだけ売れてて、講演会は数は読めるけど
まあそうでしょうね、講演会はね、そうですね、どさっどさっとね、何十冊と売れるでしょうけどね、はい、なんかいい話がありましたね、元暴走族に絡まれたとか。ああ、そうそうそう、絡まれてないです、絡まれてない。何だったんでしたっけ、あれは、うん、夜中の僕静岡の浜松あたりかな、ね、うん、浜松あたりまで野宿に全くなれなくて、うん、いや、そりゃですよね。で2ちゃんみたいなのでもすげえ叩かれてたんですよ。そうなんですか。なんですよ。なんで叩くんですか、かわいそうに、ね、なんかまたちょっとややこしいね、僕が引き寄せたようなもんなんでしょうけども、あ、はい、まあ、スルーしちゃいいんですけど、あんなもん。でまあその2ちゃんみたいな人たちもその寝込みを襲うぞとか、そのどこどこを引いてるから何とかの車に気をつけろとか、あ、まあ、見なきゃいいのにもう全然見ないですけど、ついつい見ちゃうじゃないですか、気になるしね。で見よったら、なんか僕が最初の頃まだ静岡の時は書店巡りもしよったんで、こう、あれ何でしたっけ、うん、なんとかビレッジヴァンガードで20冊注文取れたと、うんうんうん、って言って Facebook にブログにアップして出発すると、うん、その1時間後にビレバンに行って、うん、そのオーナーさんの写真を撮ってまたそれアップして、うんうん、で注文邪魔してやろうみたいなとかっていうのを上げとんで、あ、結構近くにいるんだなと。ああ、そういう、はい、書き込んだやつはね。そうそうそう、うん、なんでまあやっぱね、こう起きてる時に来てくれる分には、うんうん、なんとかなるんですけど、対応できますね。もうテント張ってさらに寝袋ってなんか一人で縛られてる状態で、うんうん、ちょっとどうしよう、どこに寝ようみたいな感じで、もう1時2時ぐらいまで結構引くっていうのが続いてたんですよ。ちょっと怖くなっちゃう。そう、 怖くてですね、だから絶対バレんように3時以降やったら大丈夫やろみたいな、寝るのは3時以降にしようみたいな。テントとかバレてないんですか、そのまあ言わない方がいいと思うんですけど、そんなに、はい、そういうテントだったんですか。テントです、テントです。寝袋じゃなくてテントで、寝袋とテントだったんですね、冬スタートだったんで。冬だから、はい、うん、どういうあのその国道沿いですよね、その、そうそうそう、あの東海道だと246になりますか、あの1号線ですね。1号線になります、はい、その道路沿いとかに、あ、ちょっと入ったところに今公園とか、あ、公園とかですね、ちょっとしたこう山の空き地みたいなところとかで探して、で探して、まあ、そこに寝るんですけど、まあ、その浜松あたりで2時ぐらいまで引いてたら、あの暴走族の団体様が後ろから爆音でやってきました。わあ、でも、ね、いまだいるんですね、やっぱね、やっぱいるんですよ、うん、でも絡まれんようにせなと思って、どうしようかな、ずーっと下向いて絶対見ないっていうので、こうずーっと歩いてたら、まあ何もなくスーッと、はいはい、通り過ぎた、通り過ぎたと。しかしながらそのテールランプがバーってちっちゃくなっていくのを見ながら、はいはいはい、でもいつかは戦うことにもなるんやろなと。でも絶対の人数が勝てんけん、一人目ぐらいやったらやっつけてみたいな、二人ぐらい行って死ぬんやったらまあそれはよしやなとか、でこう来たらこう来てみたいな、具体的にイメージちょっと一台戻ってきようんですよね。こう来た、おお来た、うわ、いらんこと具体的に考え始めすぎだと思って、引き寄せてしもうたと思って、引き寄せた、でも通り過ぎだって思ってたんですけども、こっちをあのハイビームでバー照らして、で向こうの車線から案の定こっちにバーって速度落として気温で、浜松ですか。浜松です。あ、すごいんだよな、はいはい、浜松もう気づいたんですよ、浜松はっていうのは。浜松多いっす、聞いとったんですよ、でうわーみたいに思っとったらですね、だもう向こうはもう照らしてるから見えるじゃないですか、こっちは全く見えないですけど、もうじゃあ浜松だともう辺り真っ暗ですよね、多分。辺り真っ暗です、真っ暗です、ね、はい、はいはいはい、かなりの恐怖感ですね。いやもうドキドキですよね、ドキドキで、バンバンバンってきた。でもう一人やけんでもなんとかなるかなと思いながらも、でも大体集団から外れて一人で来るやつって強いでしょ。でしょうね、強いですよ、強いでしょ。いやこれ覚悟決まってるから、じゃあどうしようかなと思って、でもこれビビったら負けやなと思って、でまあその照らされとった時に、うん、まあ、僕が覚悟を決めたのが、うん、高取宗茂ってこの著者ですね、うん、降臨させようと、うんうん、俺は高取宗茂なんだっていう思い込みで、お、眩しいぞほらみたいな、はいはいはい、っていう感じでこうやってこうライトの向こう側を見よったら、まあ、その彼がすんませんって言うんですよね。で、まあ、僕は高取宗茂なんで、なんねえっつって、はいはい、こういう喋り方なんです、はいはい、なんねえっつって言ってます、はいはい、したら、旅すかって言うんで、おお、旅よっつって、もうそこから僕になっちゃって、旅よって言って。で、言ったら、なんか、すいません、ちょっと話聞かしてもらっても大丈夫ですかって言うんで、おい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 、つって、で、どうしたとっつって言ったら、いや、ちょっとうるさいんでエンジン切っていいですかっつって、いや、それ許可違反件早く切らんかっつって、うるさいと。すいません、すいません、とか言いながらエンジン切って、
でちょっと時間ありますかって言うんで、あるあるって言うたら、はい、ちょっと待っててくださいって言って、ブワーッと走ってたかと思ったら、あったかい缶コーヒー2つ持って、ブワーッて、どうぞって言うんです。うん、いや、マジかって、ありがとうなって。おーって感じだよ。ありがとうなんですよ。どうしたんだろう。なんかもうその彼が、その、ガキの頃からの夢が、旅、世界を、世界一周してみたいっていう夢があったと。で、それ今さっき旅人っぽいかったんで、リアさん言ってんのが思い出して、僕あの集団にいたんですけど、戻ってきたんですよ、なんて話になって。なるほど。いやそうね、そうね、つって。で、なんかどうのこうのっていろいろしたら、その、いや、でも自分みたいなやつが旅とか世界一周とかしたら恥ずかしいし、うん、散々親にも迷惑かけてきて、これ以上やっぱ迷惑もかけらんねんで、つって、っていう、できない理由をいっぱい言ったんで、で、もうこんなバカなこともやってたし、って言うんで、いや、もうバカなことでね、いっぺん横道にそれるっていうのはね、もういいことやと、うん、仲間意識をねこうするし、うん、根性もそんなあるやんって言って、そうですね、でもう横道にそれるやったら、もうこの人の横道にそれ方尋常じゃないよと、っていうので、ね、高取さんの話をして、うんうん、で俺も高取さんにこう出会って、うん、夜ですよね、夜中の2時とか2時で、はい、そんな話してるんですか、道端でこういう話が、ね、で俗のねこうやつとこうずっと話をしてたら、うん、まあ、高取さんと出会った時の僕がこういう風に変えてもらったとか、うんうん、で君もその今族から出て、うん、はい、で世界行くんだってバカにされてもいいけん、絶対バカにされたら絶対出てくるんで、うん、それでも行くっていうので決めてみると絶対出会う人が変わってくるけんっていう、うん、その中で今そのエネルギーをどこに向けたらいいかわからなくて、はいはい、暴走とか喧嘩とかでしかいけんけど、うん、はい、お前のエネルギーの掴み道はこっちやって指し示してくれる人に出会えた時のエネルギー尋常じゃないよって、うん、っていう話とかをずっとしてたら、彼も長い時間ですね、多分ね、でもね、3時までは喋ってました、ね、間違いない1時間は絶対喋ってました立ち話ですか、立ち話です、缶コーヒー飲みながら、缶コーヒービールじゃなくて、はい、缶コーヒーですね、かわいいね、1本で、かわいい1本で1本で自分の世界来たんですよ、そう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 、じゃあ世界行ったら結構出会うんすかねって、日本語しか喋れないですけど、なんとかなりますかって、俺も世界行っとらんけど、なんとかなるんじゃないみたいな、っていう話をずーっとしよったら、マジっすかって感じで。でずっと話をしよったら、いや、この人会いたいっすみたいな。あ、この人にね、高取さんにね。いや、もう東京来たら会わせるよ、つって、いやいや、俺ちょっと怖いっすよ、みたいな。っていうのをいろいろ喋ってて、すごいな。でもだん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 目がやっぱり最初はね、こう、ちょっと、怯えてるんだけど、うん、こからこそのこう上からの、うん、かこう白を出してくるっていう喋り方、不良少年独特ですよね、うん、けども目キラキラしてるんですよ、かす最後は、うん、でもうその彼が、いや本当ありがとうございましたと、うん、で僕かっちゃんかっちゃんってみんなに言われよって、はいはい、でかっちゃんって呼んでいいですかと、はいよいよと、はいはいはい、かっちゃんブログやってますかと、うん、僕もブログやってるっつって、はい、かっちゃんのブログをずっとチェックしながら、うん、世界行くって覚悟決まったらメールするんで、うん、浜松で会ったら続って覚えておいてください、いい話じゃないですか、めっちゃいいやつで、ね、で、はい、もうそのままでもお前本読むとって言うたら、いや俺漫画も読めないっすっつって言ってたのに、で金もないっつってたのに、最後1000円出して本くださいって言うんですよ、はいはい、でお釣りが出ます、ね、お釣りが出るんで、当時まだ 5% やったんで、消費税が777円だったのね、でちょっと待ってお釣りあるけんって言ったら、いやいいっす、タバコ買ってくださいっつってお前男気やなってでも本当ありがとうねっつって、でもそのバイク別れて、でもそのね、まあ、去ってく彼というか、彼らが見取ってくれとんやったら俺は諦められんなっていう、うん、ああ絶対やめれんなっていう、ねえ、いやその人のその少年の人生ちょっと左右しましたよ、いや本当そうなんですよね、そうなんですよ、田中さんとの出会い、及び高取さんの本当の出会いで、はい、彼の一人一人の人生をもしかしたら変えたかもしれません、ね、本当そうですよね、うん、でもまたそういうのがちょいちょいあるわけですよ、そのまだあるんですか、三重の四日市に、ありますかね、マジで11時半に着いたん、四日市事件、四日市に、四日市事件、ね、ありましたね、四日市もありそうですね、四日市もあるんですよ、四日市も柄悪いですからね、四日市も柄悪くて、四日市の駅前着いて11時半に、うん、こっから公園探さないかんで、うん、ちょっと疲れたけん休もうと、うん、って思っとったら、ロータリーのところにもう迎えにですね、面白い話だな、居酒屋めっちゃ面白いですよ、うん、居酒屋扉開けてないのにもううるさそうな奴らがいるのだけは分かるんですよ、うん、声で、ああ分かる分かる分かる、でそれが扉開けよったんで、うん、うわ来たと思って、おっやばい何か来るぞと、でもこれもまた絶対見らんようにしようと思って、ずーっとフェイスブックをこうスマホいじってこうもうごまかしてたわけですよね、その日37キロぐらい歩いてきてたところだったんで、ヘトヘトになってるわけで、
今はやめてって思いながら、うん、今はちょっと無理ずっとスマホをいじおったらもう案の定ですね、その金髪のつなぎきたあんちゃんが、なるほどね、でちょっとなんか関西、うん、そうそう、オラオラ系なんですよ、もうオラオラ系のね、で、はい、あの四日市滋賀ですよね、三重なんですけど、はい、もうちょっと伊賀寄りの方なんで、もう関西弁がきついんですよ、はい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 、ね、和歌山系の関西弁っていうかなんかね、はい、わかります、わかります、もう店出てくるなり、うん、僕の方と思われる、僕と思われる、僕は見てないんで、そっか、ごまかしてる、おい兄ちゃん何しとんねんそこでごめんって来るんですよね、もうあーかーだって、もう今やめてと思いながらパッて見たら、もうこっちになんか突起でこうやって歩いてきたんで、わもうすいませんっつって、今ですねっつって、こっから37キロ歩いてきたところで着いたんですよっつって、いやもうちょっと疲れましてっつって、休んでますって言うたら、あっつって、お前なんで歩いてきたんかっていうような感じで、わーって、最初ずっとごねおるんですよ。ごねてごねて、くだらんことしよんな、お前は。ちょっと絡まれたの、完全に絡まれたんですよね。そしたらその後輩の3人組のって、なんとかさん何絡んでんすかって言いながら来たと。なるほど。余計嫌だですね。で、もう囲まれて。はい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 。で、でも一人だけ目がいいやつがおった。一番端に。なるほど。目がいいやつおって、俺見っけと思って、でもうこの一番うるさい先輩風のやつはもう無視、うん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 、でこの子に対してだけ、うんうんうん、なんか夢ありそうやねとかって喋り寄ったら、うわ大変だな、いや自分ちょっとあの世界中の波とか乗りたいんですよねっつって、うん、サーフィンやってて、とかって、あーなるほど、ね、めっちゃかっこいいねっつって、うんうん、今どこ乗ったのっつって、どことどことどことっつって、うんまあ、その子が喋り始めて、うんうん、でその他の二人の同級生らしき子たちは、うんうんうん、お前そうなのみたいな、あ、はいはい、お前盆休みの旅行ってるよ俺世界っつって、はいはいはい、そうなのかよっつって、でなんかこいつはずっとごねてるんですけど、はいはいはい、まだ先輩ごねてる、ごねてるんですけど、もう3人を僕は味方につけたんですその後すぐに、うん、なるほどね、で4対1のコースになって、はいはいはい、でもうその子たちは夢のある子から本を先に買ってくれて、うん、ちょっといいですかっつって、みんないやこれめっちゃいいよっつって読んだ方がいいよっつって、で3人買ってくれて、先輩も買った方がいいっすよっつって、ほうほう、道に迷いまくりだからっつって確かにと思いながら確かにですよね、もうその先輩はずっとごねとるんですけど、あまりにも多分寂しがり屋で寂しかったと思うんですけど、ねえ、どうあのところで兄ちゃん年なんぼやっつって聞いてくるんで、いや僕37ですと、うん、って言ったら、先輩やないですか、ファンみたいな、大変失礼いたしましたってそうだろう、それで一冊僕もちょっと見させてもらっていいですかって見て、もう読んでないんだけど、うん、めっちゃいい本やないですか、買いますでない、で買ってくれて、はいはいはい、あと何冊あるんですかって言って、ほう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 、あといや300冊ぐらいあるよって言いましたら、まだ時間ありますかって言って、あるあるって言ったら、その先輩が電話かけ始めて、夜中に、さすが不良少年、夜中です、ね、もうその時点で11時半とかですね、そんな感じでしょ、12時近くです、ね、そうでしょ、さすが不良少年ネットワーク、そんなあるある、暑いからね、おれやおれやっつって、暑い暑いからね、お前777円握りしめて四日市の駅前から5分やだとか言いながらっていうのを10人に繰り返してくれて、うん、マジで最後14人集まったんですよ、マジで一人ちょっと怖いけどね。もう呼び出されて。で、みんな律儀にちゃんとお金持ってきたんですよ。うん、マジっすか、うん、1000円握りしめてきたんですか、1000円握りしめたりとか、本当に777円握りしめたりとか、うんうん、して、先輩なんすかみたいな、本買えっつって、田中さんもう一回さっきの話してくださいみたいな。一人一人来るたびに、それ4日市で。真夜中で。真夜中で。真夜中の。1時過ぎまで。居酒屋って結構広いあの通りだったんですか、そのあまり。ロータリーっす。あ、ロータリーか、うわ、ロータリー、ロータリー怖いな、やだなロータリー嫌だな、しばかれそうな、うん、でもじゃあ囲まれちゃったんですか、もう14人囲まれてるんですけど、そこらはもう大盛り上がりで、こっちも、あ、もうわーでも仲間みたいな感じになって、でもう14人に僕は一人一人に話をして、で全員が本を買ってくれて、で最後になんか全然関係ない通行人も巻き込まれながら、エンジンを組まされて、田中さんもちょっと来てください、エンジン来てくださいって言って、もうなんかよくわからんけど、エンジンって言って、いいねって言って、したら、俺たちは四日市の工場勤務で終わるようなしがない人生じゃない。かっこいいじゃないですか。四日市から日本を変えるぞっつって、わーとか言って盛り上がって、でも通報でお巡りさん来とって、ポンポンって言って、うるさいからね。うるさいんで解散してください。ほら、怒られたとか言って。うるさいからね。いや暑いですね。そういうね、ちょっと。いや、あいつら暑いですよ。いや、まあ、彼らが暑いんですよ。やっぱりね、持ってるんですよ。なんか、うん、あの鬱屈したもん持ってるから、うん、このままじゃ終われねえよと思ってるんです、多分、はい、あの工場勤務じゃ終われねえよとか、うん、暴走族だけで終われねえよと、セガに来てよとか、やっぱ一旗あげてよと思ってるのは、やっぱりその、田中さんの子とか、はい、
じゃあって見てると多分そう思うと思うんですよ ね、 いいですね。それいい話ですね、と思いません？いや本当に、ね、本当に彼らが僕その出発する時って、うん、怒りばっかりだったんですよ。その出版業界とビジネス書自己啓発書のそれは分かるけどあり方と、うん、まあもう分かる分かる分かる、その売らんかなでしょ、分かる分かる分かる、そのね、著者さえできてないことを本にすんなっていうのもあったりとか、うんうん、それあの有料の時に話しましょう。わかりました。怒りの内容をね。はい、そうですね。僕も具体的に言っちゃいますけど。ありがとうございます。でも僕もカチンと来る時がありますけど、はい、何こいつっての。まあまあ、それいいんですけど、まあ、怒りの内容はわかりますよ。だから、そう何この本とかたびにありますよ、多分ね。しょっちゃうんです。ね、うん。だから作ったんでしょ、出版社は、ね。そうっすね。そうっす。その、まあ、後で話す、その怒りが、彼らとの出会いによって、その途中、ね、もう、その、なんだっけ、十国峠。温泉の熱海、熱海か、熱海の十国峠を越えていったんですけど、もうきついんですよ、100キロあるんで、リアカーが、100キロ、100キロなんですよ、よく引きますね、へえ、きついんですけど、もうやってる最中に、何回もやめる言い訳が出てくるんですよ、というと、どういう言い訳ですか、今ならやめれるっていう、まだ熱海だからって、はい、でその散々大変なできないとか、お前は挫折するに決まってるとか、これをやることで誰が幸せになるんだとか、とかその子供が3人いて、前の嫁さんとの間に3人、でその、まあ、子供たちが一番大切なんじゃねえんかとか、あ、まあまあ、もっと真っ当なところから、まあ、確かにそれを聞いたいですね、言われるとね、まあ、こうあるんで、はいはい、でもきつい時って言い訳、正当化した言い訳が思いつくじゃないですか、で山道で休むために、うん、あ、もうでもやめるなら今だなと思って、うん、まあね、よしやめようって決めて、はいはい、やめようって決めて、こうフェイスブックにこう一回あげようって思った時に、うん、ちらつくのは、うん、かっちゃん頑張れって送り出してくれた仲間たちではなくて、うん、お前無理とか、うん、絶対やめるに決まってるとか、うん、って言ってた人たちのほらねっていう顔が浮かぶんですよ、うん、したらクソと思って、うん、絶対やめんと思ってまた行く、ね、でもまたやめたいけど、うん、ほらねクソみたいな、ずっと繰り返しとった中で、そういう毒の子とか、四日市の子とか、引きこもりの子とか、自殺をしたいって相談に来る子とか。引きこもりの子はどういうんですか、その話はどういう感じなんですか。引きこもりの子はですね、すごく単純な話で、あの、お母さんから聞い取ってネットで見よったら、たまたま家の前で僕が写真を上げたらしい。近くで。マジっすか。近くで上げたみたいで、引きこもってるのに、走って追いかけてきよった。結構あの活動的じゃないですか。走って追いかけて。出して。走って。マジっすか。で、来て。すごいなぁ。で、どうしたのって、いや、僕今引きこもりで、っつって、はいはい。で、これもう出たいんですけど、どうしたらいいんですかって。いや、どうしたらいいもこうしたらいいも、今お前出てきてるやん。今、殻を破ったじゃないですか。でテンション上がることあったら出頭なるけん、それまでもう自信持っても引きこもっとけっつって、うん、あっていう話を、もう引きこもるって覚悟決めろっていう、なるほど、っていうのをやってて、でもすごいな、わかりましたみたいな感じで戻っていった。その後ね、どうなってんか知らんすけど、あの TBS のね、情熱大陸出た方がいいよ。出れるよ、俺100万部売ったら出れますよ。まあ、100万部ちょっときつい、難しいもん。でも1万部もう売っちゃってるわけだから、じゃないですかね、5万部でも、1万部で、福井県で5万、1万部ですよね。福井で1万部ですね。あと、北も行くんですか、これから。北も行きます。マジで北海道。手売りで5万つっとるんで、うん、手売りで5万。手売りで5万。手売りで5万いったらもう全然情熱大陸言いますよ。あれ、それ出たいですね。いや、出ますでしょ。だ、絵になるもん、この写、あの、これ出ないですか、この、ここの写真をここに出られない、出れない。あ、そう、カメラずっとしてます。あ、カメラでね。5万部は何年で達成する予定だったんでしょうか。5万部は、ですね、5万部達成は3年。5万部は3年。うん、で、100万部が書店とかも含めた、うん、3年だったんですよね。俺買うわ、だって。さっきも買ってる方いらっしゃいますよ、アマゾン。こっちいつは写してるんだよ、写真のこっち、たまにこっちをこう写してさ、これいい写真が、これじゃなもうそうだけど、こう、田中さんがこう、イデアが引いてる写真とかをこう写して、それで僕ら喋りますよ、うん。まあ、たまに写していいんですけど、うん、講演会よりもね、写してる写真の方がいい。こうじゃなくて、こういうんじゃない方がいいですよね。その、リアカーのやつ良かったですよ。あの、ま、ループしてるんで大丈夫です、うん、大丈夫です、うん、はい、酒井さんも撮ってくれたのめっちゃいいですよね。あ、これ酒井さん、そうです、あの鹿児島で取材させてもらった時、これだと酒井、明らかに酒井さんのっていうか、そのプロの、いや、ほんとそうなんですよね。すぐ分からない、取材で行ったはずなのに、なんか居酒屋連れて行かれて、はいはい、
なんか取材なのにこういうなんかわかんないけどか、ご当地アイドルの写真撮らされたりとか、うん、なんかこう、ご当地アイドルを応援してる写真を撮らされたとか、ね、全然意味はわかんないですよ。確かに、何ですか、私取材に行ったんだよっていう。ご当地アイですね、これ。どこのご当地アイですか、これ。セブンカラーズとか行ったかな。セブンカラーズ。そうですよね。はい、超かわいいんだ、これが。鹿児島のですね。鹿児島ありえんが、はい。で、ここのオーナーさんが僕にとってすごいやっぱキーマンで。はいはいはい。で、酒井さんとちょっとお会いして、うん、いきなり取材だっつってんのに、僕が1時間遅れで行って、酒井さんタクシー乗ってくださいっつって。あ行ったかもしれないね。いきなり行ったですもんね。いきなり行ったのが居酒屋だった。居酒屋に行って、居酒屋で、で、ご当地アイドルの写真を。そうそう、なんかもうわけわかんないで撮らされて。で、翌日だったっていう取材自体。取材なのになんかアイドル出てきちゃうし、いいや、撮っちゃえ、みたいな。よく分かんなかったんですよね、最初は。市場に登録されましたね、この本が。市場というか、はい、うん、でもね、感動したんですよ、うんうん、はいはい、なんでこういうふうに田中さんのために人が集まってるの、うん、どういう関係でこの人たち集まってるの、うんうん、で、よくよく見てると若い子たちなんかは、うん、田中さんの話をとつとつと聞いてるんですよ、こうやって。はいはいはい、若い子ではどのぐらい、20代ですか、何歳ぐらい、20代、あれは20代の子たちでしたね、だったかな、いろいろ話してあげてるんです、今までの経験とか。田中さんって37って、まあ、僕と10歳違いなんですけど、今39、8、今年9の年ですね、まあ、10歳で8歳ぐらい違うんですけど、はい、バブルですか、その下世代ですか、バブルの下世代、なんていうんだろう、あれ、何世代っていうのかな、僕らね、世代がない世代、ロストジェネレーションとか言われてる世代ですかね。はそのちょっと上です。どっちかな。ちょっと上じゃないですかね。なんかこうバブルが終わって就職もできないような世代だったんですか。はい、それは上です。それは上か。で僕らの代から就職氷河期が終わりかけの時代なんですよね。じゃあ、恵まれてる。そういえば恵まれてた、僕ら恵まれてた時代じゃないですかね、うん、そのゆとりにも入らず、入らずね、なるほどね、いやでもすごいと思う、ちょっとあと9時になったらトイレタイムで、はい、その怒りのあれをちょっとこう、まあ、多分出版業界に対する、まあ、反発とか矛盾みたいなのを感じらっしゃってて、うん、まあ誰もが感じてる部分もありますし、感じてない人はいないと思いますけどね、はい、その辺のエネルギーが多分リアカーを引いてっていうことだと思うんですよね、はい、いやでも本当僕すごくびっくりしました、感じ本当にそうなんです、すごいと思います、まず歩くのもすごいですし、手売りってだからその749円、まあ約800円ですよね、だからこう渡して、はい、その800円いただくわけですか、800円です、なるほどなるほど、だから鹿児島で初めて会った時びっくりしたんですけど、どうやって売ってるんですかって聞いたら、いや僕売りませんからって言うんですよ、いや売らなきゃ売れないじゃないですかって、いやある時からそういうことにしたんです、それが長谷のねさっきの話に繋がってくるわけですけ ど、ね、はいはいはい、もうずっと見てても売る気配がないんですよ、でもよく見てると取材しながらですけど、ね、まあ、現地の地元の方々が何やってんのって話しかけてきたり、なんか気にしてみたりとか、まあいろいろですね、リアカーにこうちょっと上り立ててるんですよね、あ、はいはい、ね、ありますもんね、そうなんです、はいはい、そこでちょっとこういう本売ってますっていうプレゼンになってるんで、その上りがこれ見て、あ、何かやってる方なんだなっていうことで、まあ、ちょっと遠巻きに見てたりとか、まあ、ちょっと勇気のある人を話しかけてきたりとか、そう話しかけられるもかけられないとやっぱね商売にならないですもんね、商売ですもんね、やっぱりね、そうそうそう、売る商売は、ね、うん、大変ですもんね、売るのって、うん、もう今は紹介ですね、紹介ですね、どういう感じですか、その滋賀の人だったら福井の人を紹介してくれたりとか、うん、でもフェイスブックでこう、そうですね、そうかそうか、はい、その行く先々の人を紹介してもらえるという状態がある時期から続き始めたようなんですよ、ずっと続いてるんですよね、うん、紹介ってその公演ってことですか、公演っていうかもうこの人に会いに行った方がいいよみたいなのを、うん、その前の県で出会ってた人たちが次の僕が入ろうとしている県の人たちにバーってメールしてくれたりとかしてくれるんですよね、でその中からまた会いに来てくれて、で今日飲み会あるからちょっとうちで喋ってよみたいな、行く行くみたいな、はいはい、っていう
ノリでずっと続いて続いてですね。もうこれご縁としか言いようがないですよ。それはね、すごいですね。いや、僕は本当にあの、うん、出版業界ちょっと、ね、まだまだひよっこですけどもね、23、4年で全然ひよっこですけども、いや、そういう売り方してる人は見たことないですね。うん、しかもあの、その東海道だけじゃない、東海道から四国、九州から長いじゃないですか、はい、うん、結局日本一周するつもりですか？日本一周は、はい、やります。まだ半分、まだちょうどほとんど7月すごいと思いますよかな、7月中に東京まで一旦来るんで、そこからありますか、あの、あ、そこ名古屋、こう長野とかじゃないですか、こう長野、あの前にその福井、石川、富山、はいはい、長野、山梨、うん、で八王子から東京まで来て、はいはい、で千葉行って被災地へっていう、で遠く日本に行くってことですか、はい、でさ、あの北海道に渡るわけですか。そうそうそう、あ、そうかそうか、分かりました。じゃあこう、こう日本海があって太平洋があったとしたら、ここ一旦こう来て東京、八の字を描くようにですよね、はい、そうですね、うん、そうすればまあ大体もう日本全国網羅できるんだよね。いや、すごいと思いますね。いや、これだけの人にね、出会ったことなんかないですね。いや、あんま見たことないな、うん、本当に。すごいな。長崎新聞で発見したときは衝撃的でしたよ、うん。これはちょっとどっかで補足しなきゃいかん。そうですね。もうそうですね。いや、うん、あの、撮って、まあ、このアイドルのあれはまあいいんですけど、このアイドル写真は、まあ。セブンカラーズですね。セブンカラーズ、はい。まあまあいいとしてですね。びっくりしましたけどね。急にたまに、まあ、あってもいいんですけど、うん、あの、ここは別に。次埼玉は来るのとか、次はどこに行くんですか。あ、次に来るの。次は、福井、石川、富山、北陸の方で、長野、長野、山梨、東京、千葉、うん、新潟は、その後、その後、新潟は最後の方ですね。あー、そういうことですね、はい、札幌の、あ、北海道の後ってことですか。そうですね、オーラ姿も埼玉、あ、こう上から群馬通ってきて埼玉、なるほどなるほど、東京、東京というね、うん、横浜って、横浜はですね、もう初っ端に終わりました全く売れない時代で、あ、まだまだ全然で、あの横浜の、うん、なんかありました、ね、川沿いにありました、ね、おでん屋さんがいっぱい並んでるけど、そうです、ありもの、日の出町の方かな、そうです、おでんをですね7本食べたら7000円請求されてあ、それはぼったくりですね、いきなりぼったくられたんですよ、あと初っ端からね、初っ端から痛い目にそう、あれですよ、はい、広島は、広島は行ったんですか。広島も終わったですね。終わっちゃいました。二周しろって書いてます。はい。五万部だからまだかかるんじゃないですか。二周。3年じゃどうかな。二周すれば10万部リブルが分からないですけどね。あと、2、3分でちょっと一旦あの、トイレタイムですから。なので、杉脇で話される内容、まあよく。杉脇はやっぱり、なぜこのエネルギーをというか、その、まあ。ちょっといいお話もあるんですね。いい話というか、なんか、とっておきの、あの裏話みたいなあります？なんか。もう裏話ですか？うん、あ、まあ、その時はそれは。もう分からないようにで、もちろんそれでいいですよ。特定できないようにだったら、結構、いけてる男気な話が。あ、全然いいです。それ、いろんなとこは。まあ、どんな人に話しても喜ばれる。うんうん、あと、まあ、まあ、そもそも、その、立志出版さんをね、立ち上げるきっかけになったきっかけっていうか、うん、そうですね。確かに。皆さん本が売れない時代ですからね、はい、電子書籍はっていうコメントもありましたし、はい、なぜ電子書籍じゃないのというのもありましたけど、地方で大統領そんな言うことは別にね、どうでもいい話でね、本当にね、孫で話す電子書籍はでも僕ちょっと作ろうと思ってます。何ですか、はい、今なんか若い子たちがやっぱ電子書籍で見てるみたいです。で読んでよかったら多分買いますもんね、うん、紙の方も、紙の方も、ね、電子書籍はでもなかなか難しいですよ、未だにね、はい、もう15年ぐらい前、僕の経験で言うと10年ぐらい前から、はい、電子書籍がくる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 言ってて、はい、電子書籍で儲けてる人、僕、一人も聞いたことないですからね。そうですね。だから、まあ、漫画とかね、まあ、これも出版事情になっちゃうんですけども、はい、漫画とかならまだまだ分からない気もないですけど、まあ、Kindle かなんか買って、読んでる人って結構もう、IT の、最先端みたいな人ばっかりですけどね。まあ、残り1分なので、そろそろ。うん、休憩、閉めて休憩にしてということで、残り、9時以降はですね、会員さん、まあ、冒頭は無料で見れるので、うん、一旦皆さん移動していただければ、はい、移動してください、コメントで飛んでください、うん、そうですね、はい、それ
では、まあ、30秒前なので1回締めます、うん、はい、ということで、はい、じゃあ9時以降またお会いしましょう。はい、はい、ということで、後半入ります。番組を、枠を変えたっていうのこれなんていうの、枠を変えた、ね、枠を変えたんですね。まあいつも通り、あ、いつもは変えてないんですけど、今回枠を変えて、今後から枠を変えます、変えてるというで、前半はですね、無料部分でやりますけども、途中からね、やはりその田中さんの出版への思いとか、まあ、怒りもあるでしょうからね、あの矛盾に対する怒りとか、まあ、酒井さんも終わりかもしれませんし、まあ、僕なんかないですか、僕も、まあ、まあ問題点はあると思うんでね、いろいろね、うん、まあ、その点も指摘したいなと思ったりもしますね。そんな感じかな、うん、じゃあどうしよう、あの解任するときってどうしよう、もう今もうします？まあどちらでもいいです。そういう話、うん、私がタイミング見て変えてもいいですし。うん、じゃあまあ変えましょうか。変えます。あ、うん、じゃあ冒頭はちょっと見せてあげたい。あ、冒頭ね。じゃあ冒頭、あ、わかった。じゃあ、冒頭もう一回流しましょうか。あの田中さんのその V 流しませんかね。いければお願いします。いけます。もう一回その田中さんの自己紹介代わりの V が、リアカーで、まあ、100万部目指すというね、うん、その活動をまだ無料ですから皆さん見れてると思うので、うん、じゃあ V 入ります。はい、いろんな人たちが君を追い抜くときに必ず孤独を感じます。誰も助けてくれない。でも君以上に誰も助けてくれないと嘆いてる若者がいる。常に使命を持って前に行け。以上、ありがとうございます。終わりそうだ。いいやな。こういう時代にもたくさん売ったものが出てきていう中になっているから、それは確実にかなり少し出版するのかな。はい、新宿で。どうも。止めてくれましたからね。あ、車をですね。車止めて、家に止めてくれたんです。あ、家に止めてくれたの。止めてくれて、しかもそこの、うん、やっぱ四国ってやっぱのおもてなし文化が、うん、そうですね。四国そういう土地なんですよ。ね、もう本当全部その4県全部違うんですよ。うん、おもてなし方が。あ、方法というかやり方が。はい、ということで、このカメラこっちでいい？こっち？これアップにしていただいて、有料に入る前にご紹介でございます。見えますかね？はい、そうですね。ありがとうございます。はい、道。ちょっと待ってください。ちょっとでかっ、ちょっとあんまりアップすぎる。うん、そうそう、この辺、うん。道、あ、じゃあちょっと紹介を。あ、すみません。はい、道に迷う若者へという本で、著者が高取宗茂さんという実業家の方ですね。うん、799円で。アマゾンでも買えますし、全国の書店で注文すれば買えますし、はい、あとは僕のリアカーのところに来てもらえます。そうですね、はい、で。ちなみに今リアカーは福井県で、福井で、はいはいはい、これから福井から、福井、石川、はい、北陸の新潟以外の3県を回って、はい、で東京に目指して、はい、中央道を通ってですね。そうですね、うん。高尾山を越えてこなきゃいけない。越えていきますね。しんどいそうですね。はい、740円プラス。税ですね、はい、はい、立志出版さんから出てますので、はい、お求めいただければと思いますね、はい、まあ、ネットでリアカースペース田中ってやると僕しか出てこないどっか読むねどっから読むねっていう感じでしょうという感じですね。困りますわね。じゃあ、会員限定に行きましょう、はい、会員の皆さんのためにちょっとねお話を伺いましょう、うん。